結局真の力とやらを見ることもなかった。残念。死ね。ちって、貴様何をする？邪魔をするな！もう少しでセルを倒せたんだぞ！こら、俺より目立つな！何としてでもミスターサタンを守ってください。彼は死なせてはいけない人なんです。助け出しなどいらん。俺一人で十分なんだからな。チーム、生きていた。あいつ何者だ。わざわざあんなのを助けるなんて人がいいやつだな。おい、だから俺より目立つなと言っただろうが。いつまだ俺の力に気づいていない。お仕事聞いてなくなる。バカの世界チャンピオン。はみはみはおお、飛び入りしてくるだけの実力はあるな。当然だ。俺は世界ナンバーワンだぞ。貴様のトリックなぞ俺には通用せん。くらえ。それが限界だとしたらとんだ期待外れだぞ。さあとどめだ。うるさい。あ、よかった。生きてますね。じゃあ、いよいよ次は。なんなんだ、貴様らは。俺の邪魔をするな！どいつもこいつも俺の邪魔ばかりしやがって。なんだ、何が起きてるんだ。サタンが空なんて飛べるはずは。これはミラたちの仕業でしょ。いきなり貴様からか。一番の楽しみ、最後に取っておきたかったのか。いいぞ、そんなんで。戦いはこうやってある程度実力が近くなくては面白くない。ああ、オラもそう思う。
ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。場外負けというのはルールから外そう。どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。強い力を送っています。きっとミラたちも近くにいるんでしょう。こちらで探してみます。もう少しサタンを食い止めてください。やめとくわ。おめえの出番だぞ、ワン。なに？なんだと？このバカ、何を言ってやるんだ。自分の息子をみすみす殺す気か。ふざけやって。何を言うかと思えば、孫悟空。いるな、ごはん。僕がセルト？え、ごはん。平和な世の中、取り消してやるんだ。逃げるんだよ。わかりました。やってみます。孫悟空、なかなかの器用な感じ。孫悟空の言ったことも、まんざらはったりばかりではなかった。ハミハミハこの私に勝てるというのはいささか言い過ぎだった。すぐに。もうやめようよ。こんな戦い意味がないよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。僕は昔から怒ってカッとなるととんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。お父さんはそいつを計算して。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。それでも私はどうしてもね、貴様を怒らせるんだ。なくなれ。それが限界だとしたら、とんだ期待外れだぜ。
ミスターサタンから感じた怪しい気は全て消えたようです。これでもう起き上がれないはず。運命、貴様たち。そんな腐ったれー。こいつも本来より強くなっているのか。お願いします、皆さんを守ってください。気つけろ、恐ろしく強いぞこいつら。無駄だ、絶対に勝てます。小さくても私の子供たち。わずかに火が膨らみすぎた。いいぞ、やっと怒りを感じ出したよ。早く進化を見せた。それが一番気になることになった。ベジータやトランクスでやっと互角の戦い。体力を失っている孫悟空も危ない。みんなすまねえ、このはずじゃなかった。みんな殺されてしまう。本当に僕にすごい力が隠されているのか。その力を出したい。どうやったらその力が出せるのかわからないんだ。お前たち、やっと真の姿を見せたか。これで面白くなってきたぞ。ついにゴハンさんが覚醒しましたが、何か様子がおかしいです。ゴハンさんの気はこんな生々しいものではありません。これは奴ミラたちの仕業だ。いい気になるなよ小僧。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃないだろう。倒せるさ、うん、大きく出てな。すぐそばにいます。セルジニアを通したらひとまずセルはゴハンさんに任せてすぐ向かってください。信じろよ、こんな
やつがこの世に存在するとは。ウハン、何してる？とどめだ！すぐにとどめさせ！まだ早いよ、お父さん。やつはもっと食いしめてやらなきゃ。どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。いまいち思い通りに動いてくれないわね。孫悟空の息子だからなのかしら。あら、またあんた、しつこいわね。腕を上げたようだな。感じるぞ、強大なエネルギー。そろそろこいつのエネルギーも回収させてもらおうかしら。お前たちの思い通りにはさせない。はあ、トランク、なぜここに。俺たちは時空の流れを守るタイムパトローラー。お前たちの行いを止めるために来た。そうだ、あんた違う歴史から来たのね。サタンやゴハンさんの様子がおかしいのもお前たちの仕業だろう。一体何のためにこんなことを。私たちの未来のための実験とでも言っておこうかしら。実験だって、ふざけるな。ふざけちゃいないわよ。失礼しちゃうわ。科学者が実験して何が悪いって言うのよ。こいつらは時間の流れから外れた連中。彼らとの戦いは歴史の干渉に当たりません。俺も一緒に戦えます。いいこと思いついたわ。ミラ、ここは任せるわよ。おい、どこへ行く。お前たちの相手は俺だ。一人で俺たちを相手にするつもりか。がっかりさせるな。こっちは二人がかりだっていうのに。言ったはずだ。がっかりさせるな。この程度ならすぐに始末してしまえばよかったな。いいぞ、なかなかのエネルギーだ。こいつ本当に効いているのか。攻撃は当たっているはずなのに。Yeah.
どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。まだ力を隠していたのか。お待たせミラ、今回はここまで。一旦引きましょう。どうしたソンドラン、より完璧になり戻ってきた私におじけづいたか。ここはもういいわ。でも、じきに面白いものが見れるわよ。決着はまた今度だ。じゃあね。くそ、逃げられたか。仕方ない。ごはんさんの様子も気になります。みんなのところに戻ってもらえますか。これはまた年の奥からサポートさせてもらいます。行きましょう。よろしくお願いします。セル死の淵から蘇ったことで私はさらにパワーアップしてもらうぞ。何がおかしい。気でも入ったのか。お仕事聞いてなくなる。思い上がりで死んでしまったお父さんの仇が打てて嬉しいんだ。この手で殺したかったと思って聞いた。ご飯のやつどうしたんだ。急に様子が。ミラたちのせいでしょうか。ご飯さんのパワーが落ちているようです。ご飯さんを助けてセルを倒してください。どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。やった！やった！どうやら助かったようだな、俺たちは。